ー様が初めてご来店いただいた時に、こう僕らの過去の作品の中で一番気に入ってる見本のオートバイがあったんですよ。その車両のような雰囲気のもので、まあ、自分らしく作っていきたいということで、まあ、細かく打ち合わせしながら、まあ、最終的にはこうなったわけなんですけど、はい、まあ、一番最初の、まあ、そうですね、見本となる車両っていうのもすごいかっこいいやつなんですよね。まあまあ、それをさらに超えられるような車両を作りたいなっていうのがありました。そんな経緯です。そうですね、結構このシルエットに似てる状態の、まあ、作品があって、はい、そこからこう細かいところどうしていこうみたいな感じですね、はい、やっぱりこうちょっとこうラグジュアリーっていう言葉も少し入るような感じのテイストになればいいねっていうこともあって、まあホイールなんかはね、非常にこう今っぽさすごいあると思うんですけど、もうニュースクール、もろにニュースクールって感じがあると思うんですけど、まあそこのホイールとか、まあ、こういう彫金とかも、まあ、含めてこう、まあ、ちょっとキラキラした感じというか、まあ、高級感ある感じに、はい、しようっていうのはありましたね、最初。はい、ドロップダウンしたことによってオイルタンクのスペースはないので、はい、それオイルタンクはまあ必然的に左サイドにこう出すような感じですね。これはアルミで、まあ、こういう筒型というかいう風にしました、はい、あとはあれですね、ちょっと最初はおすすめしなかったんですけど、ジョッキシフトですね。このスタイルのオートバイというか、オートバイ自体にあんまり慣れてるオーナーさんじゃなかったので、初めのジョッキはちょっとどうかなって思ってたんですけど、まあ結局やっちゃったっていう。はい、ですね。まあ、ここは何かこう柄を入れたいというお話はあったんですけど、まあ、これといってこうした方がいい、ああした方がいいっていうのがもともとあったわけではなくて、まあ、まずオーナーさんに、まあ、色を入れるとしたら黒以外で何色がいいのかっていうお話しした時に、まあ、最初に出たのが青系っていうお話だったんで、まあ、この柄にすることについては私たちからまあ提案させていただいたような流れでした、はい。まあ、あくまでもちょっと高級感が欲しかったので、まあ、ベタッとした青を一色で塗るっていうよりはこういう風な、まあ、模様になりました、はい。